すいません。実際に試すこと自体は、一旦これで、止めて、また明日、猛省して全力で88に弾ける、方法を夜まで整えたいと思います。夜というか皆さん集まるあの時までに。そして、あれさっき楽譜、すみません、ちょっと聞きそびれたんですけど、今日、はい、今日来ていただいた方に、ハイノさんの、サイン入り、この曲の楽譜、超かっこいいので、楽奏するなり、なんすかね、掛け軸にするのもいいかなと思うんですけどね、どこの間、あれ楽譜を表面にして掛け軸にすると太陽さんのサイン側をのり付けして貼ることになりますというわけで、そうですね、なかなかいい線行きつつちょっと僕の見通しが甘いところもあって、これは無理だっていうところもあって、今感情的には70真ん中ぐらいまでは絶対いけるんですよ、その先の十数人こっちとあと少しメンバー再編成しながら、このまあいわゆるこの辺が奇跡銀座なんですけどここで9人さっきだって9人入ってたよ最初、一番最初、そうで、まあ非常に申し上げづらいことなんですけど、9人の資格を持つ者、選ばれし者を呼ぶしかないごめんなさい構成の原理など、8人の棚が1、2、3、4枚あるので、それは9人することによってなんと 4人も追加することができるんですねここが僕は甘く16って数えたんですけど、まあ、実質11です。まだいける感じで、こっちも似たような状況です。じゃあこことここ、そうです。まだここはもうほぼいけるんです。だからまあある程度狙いは絞れてます。で、あとはちょっと僕たちもちょっと調子こえてるのであれなんで、やってて、これはちょっとさすがにどうだ、ダメだと思ったとか、そういう点があれば、もし申し上げづらかったら、後で個人的になり、メールとかでもいいので、ここはちょっと直したりとか、あともしくは、こうしたらいいんじゃないかっていう。このところは、樋口さんの方ではどういうところ直そうと思ってますか？俺はここら辺周りですね。この張り出し周りを整理すれば結構いけると思う。そう、一番この羽からこう向きに2人入ったんです、はい、そうすることによってこの両サイドの歯が全体的に削れる、それでだいぶ削られちゃう、それだったらむしろこっちの、こっちと向こうの羽は本当に他の使い方を考えて、この中に今5組なんですけど、例えば6組にするとかで、入れ方も今日最後の方でこうじゃなくてこの方がいいとかアイデア出てきたので、そういうふうに感じるシーンの方がいいです、ぐらいかなと思うんですけど、なんか他の面の事故とか、それで解決策が見えてるんだったら皆さんも買いやすいかなと思ったら、そう、はい、解決策とか解決願望みたいなところもあるんですけど奇跡を受けて頑張りたい。ハイノさんの方から何かございますでしょうか。今日やってて正直に苦しいのはごめんなさいですけど、無理ですっていう感じがあったらそれは言ってください。改善できるとかしたいと思います。そうですね。で、あとまあ、やってるとやっぱ楽しいし、僕も楽しいし、みんなも楽しいし、まあ、何やってんだろうなみたいなワイワイしたくなるし、その雰囲気はすごく僕も好きなんですけど、あんまりおしゃべりが
あの盛り上がりすぎるとあの大事なことを言っている人たちや緊急で苦しいって言ってる人あの台が聞こえなくなる恐れがあるのでまあ、和気あいあいとしつつもあまり大きな声のおしゃべりとか隣の人が何やってるか気づかないぐらい何かぼっとしてしまうような状況っていうのは避けましょう。常に初めて知り合った人かもしれないですけど隣の人が「あれこの人大丈夫かな？」パッと気づけるような緊張感を持って、最後まで楽しくできたらと思います。というわけで、まあ、雨降ってますけど濡れないように楽譜を持って帰って、そしてそれを枕元に飾って飾るというか置いて、気持ちの良い夢を見て明日に臨むメタビーになっています。皆さんどうも明日もよろしくお願いします。本日もありがとうございました。すいません、ネットで明日の持ち物の確認とかだけお知らせさせてください。汗をかいてゴワゴワするような服装であったり、それから引っかかるような服装、そういうのは避けた方がいいですね。あと汗かきの人は後でちょっと着替え、簡単な着替えを用意して準備用意しておくとか、靴も状況でもし本番とかリハーサルでやっぱりあの人をこの位置って置くときにすぐ履き替えられたりとか脱いだりとか、靴、紐が、みんなには靴があった方がいいですか、脱いでた方がいいですか。ない方がいいっていう人と履いててもいいっていう人がいましたね。任せるで危険ってことあります。もしくは隣の人にちょっとすいません脱いでもらえますかとかそういう声の掛け合いで解決できるなら人によって履いてたり履いてなかったりで、であんま人に危害は与えそうで靴は履かないいいですか。すみません、皆さんとそういうのに任せちゃうんですけど。はい、やばい。で、靴下の場合は、女性特有のツルツル滑る靴下はツルツル滑っちゃうと思うので、各自最適だと思うものは明日はお願いします。あと、舞台上掃除はしてるんですけど、やっぱどうしても靴下汚れちゃうと思うので、ちょっと汚れてもしょうがないなっていう、思いで靴下を選んできてください。はい、他の持ち物については。はい、お疲れ様でした。明日なんですけれども、3時に、集合していただいて、まず3時に、ロビーの方で、今日みたいにチェック、点呼を取ります。で、明日なんですけれども、本番なので、皆さん荷物、結構今日着替えとかもあったりとかで皆さん結構持ってきていらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、着替えとかはしょうがないんですが、なるべく荷物を少なくして来ていただいて、本当にこうとある楽屋のスペースに皆さんの荷物を置いていただくっていうような形になるので、なるべく小さくコンパクトに来ていただければと思います。で、ロビーで、出欠の確認をしたらそのまま、楽屋にご案内するので楽屋の方に荷物を置きます。で、そこで明日は、いわゆるジップロックの袋を皆さんに1人ずつお渡しします。で、その中に貴重品だけ入れていただいてそれを持ち歩くような形で、また降りてきてください。で、リハーサル始めて、で、本番の時はそのジップロックに入っているものは、スタッフがお預かりして、鍵のかかるところに保管しておくので、まあ、ジップロックに入るぐらいの貴重品は持ってきていただいて